きまして第15試合アンダー12 42.5 キロ級の補強選手を紹介します。赤コーナー中島信玄、吉祥寺鉄拳エイトジム。青コーナー吉川大和、三谷大和スポーツジム。Thank you.
ただいまの試合の結果は3対0により青コーナー吉川陽介選手の判定勝ちでした。おめでとうございます。試合の感想をお願いします。ボクシングできてよかった。これからの目標をお願いします。大チャンピオンになりたいです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。続きまして第16試合アンダー12 42.5 キロ級の挑戦者を紹介します。赤コーナー平塚大和、金田ジム。青コーナー、井上春人、小枝根本ジム。ただいまの試合の結果は赤コーナー平塚大和選手の PK 勝ちでした。続いておめでとうございます。試合の感想お願いします。判定
て嬉しかったです。これからの目標をお願いします。できる限り強くなって頑張りたいです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。続きまして第17試合アンダー12、45キロ級の両選手を紹介します。赤コーナー加藤太一、小柏ジム。青コーナー鈴木直宗、山流ジム。セコンドアウト。
ただいまの試合の結果は3対0により青コーナー鈴木直宗選手の判定勝ちでした。ありがとうございます。試合の感想お願いします。練習通りできて、ちゃんと会長とお父さんに言うこと聞いて練習通りできたんでいいと思います。これからの目標をお願いします。来年も全日本チャンピオンになりたいです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。続きまして第18試合アンダー12 45キロ級の両選手を紹介します。赤コーナー高橋隆志、湘南龍拳ジム。青コーナー高橋楓、神奈川厚美ジム。ただいまの試合の結果は赤コーナー高橋隆志選手の TKO 勝ちでした。
おめでとうございます。試合の感想をお願いします。嬉しいです。これからの目標をお願いします。たくさん練習して、これからも走りたいです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。